さあ始まってまいりました学力王決定戦。今回は難しい問題が多いらしいぞ。皆の衆頑張りたまえ。それではレッツ学力王。頭を柔らかくして考えてください。リンゴ、メロン、スイカを積んだ車がカーブで落としたものは何でしょう。さあこちらなぞなぞですが、答えを聞くとあーそうかーってなる問題ですね。さあわかるか。ジェルが答える。赤コーラ。マリオカートか。違うんすか。ちげえよ。後ろ敵いますよ。いねえよ。サタンが答える。ボム兵。マリオカートじゃねえっつってんだろ。後ろ敵いますよ。もういいからそれ。モモが答える。青コーラ。マリオカートはもういい。1位うざいっすよ。わかったわかった。なんだ1位うざいっすよって。ユリが答える。スピード。正解です。カーブで落とすのはスピードですね。さあ続いての問題。このバスは右左どちらに進むでしょう。さあこの問題絶対わからないだろうと思いますが、ちゃんと根拠があり答えがあります。わかる者がいるか。ジェルが答える。下にジェット機がついてるので上です。そんなんない。サタンが答える。キラーになるので左。キラーにならん。いつまでマリオカート引っ張っとんやお前。モモが答える。爆発する。なんで。せめて方向言ってくれ。オタクが答える。バスはこのように左側にドアがついています。このバスはドアがない面なので運転席は右側、よって進む方向は右です。正解。さすがオタク。そういうことか。いやむずいな。なるほどな。ちょっと俺たちも頑張るか。そうだな。うん、やるぞ。マリオカート。マリオカートやっても変わらんぞ。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。動画の他にも裏話を話す生放送をしてるのでぜひ来てくれよな。詳しくはツイッターをチェック。